中日選ぶのは何で選んだんですか？巨人と、まあ、中日と、はい、そこからでも外野に転向するときって、まあ、もっとショートにこだわりたかったとか1年間はやっぱ我慢してただ行きたくなかったのか、それともなんか他の行きたい球団があったのか。いや、あのね、俺鹿児島出身でしょ、はい、鹿児島って、まあこっちね、大阪って今やといろんなテレビ局があってさ、うん、あのもうパリーグもセリーグも何でも見れる。そうですね、今の時代、はい、俺らの時ってあの地上波で見れるって巨人戦しか見れんかったの。みんないますね、うん、はい、でそうすると言い方悪いけど俺近鉄っていうチームを知らんのよ、よく言ってることは分かります、うん、よく知らん、うん、よく知らんから、うん、よく知らんところで自分がプレーしてる姿っていうのは全くもっと思いつかなかった。おお、だからやっぱりそのセリーグで自分の見たことあるチームでユニフォームを着てるっていう姿をこう思ってるから、はいはい、パリーグってじゃあどこに球団行きたいというよりかは、まあ、セリーグに行きたかった。そうセリーグの方がやっぱ強かったね。そうですね、僕もそういう感覚だった。でもそこからでも社会人3年ですか、うん、社会人の日本生命進んだら3年間プロに行けないじゃないですか。でも3年間プロに行けないってみんな言う、社会人、うん、3年間行けない、うん、でも大学行ったら4年間行かない、うん、まあまあそうですけど、うん、でも康介さんぐらいのレベルだったら高校卒業して僕も2年目にレギュラー取れたんですけど、うん、康介さんだったら本当にまあ立浪さんだったり清原さんのように1年目からプロで活躍できたレベルだと思うんですよね。まあでもどうだよね、あの自分でもう決めてたから、俺誰にも相談もせずに社会人行くも決めたし、高校生なのに、うん、俺ドラフトで佐々木さんがよっしゃって引いたの俺校長室で見てて、はい、よっしゃって言ってる子ってバシャバシャって写真撮ってる、まだ映像が流れてる時に校長室から電話を借りして、はい、ちょっとお借りですかって言って、あいいよって言って電話借りて両親に電話して俺にしていくって言って、そうもうだから自分のイメージにないことはもう無理やったから、もうだからもう自分なんですね、すべて自分の人生は自分でこう決断ずっとしてきてるんですね。うん、人に決められるのがあんまり好きじゃない。うん、なんかわかります。もう康介さん、もう我が道を自分で作っていく、うん、もうその3年間僕からするとそこでもし怪我したりだとか、うん、不安さっていうのは全くなかったですか？ああそういうね、細かいことをあんまり考えてないタイプだね、逆にそこまでのことは、まあ逆に俺なんかね、怪我するやつはプロ行かれへんしとか、ああまあそうですね、行けないやつは行けない、行けないやつは行ける、そうだからそういった意味では、まあ、あんまり社会人行くことも全然悪くもなかったし、たまたまその社会人に入る年に、はい、オリンピックがあった、はい、してます、うん、そのオリンピックに出れるっていうチャンスってまずまあめったない、はい、ね、はい、だからまあそれもあって、あじゃあ社会人でやろうって。でも当時の康介さん時代の社会人って金属バットだった。金属バット。その3年間また金属バットで打って練習してからプロに入るのと、大学だったら木を打てるわけでしょ。うん。そんな細かいことも考えてないですか？逆に言えば俺木のバットはね、いつでも打てると思ってた。ちょっと。高校の時からその昔のゴーチクバット、はい、知ってます、木と竹のね、甲子園のね、なんか雑誌でも木のバットで表紙飾ってましたもんね。そうそうそう、はい、そこまで僕覚えてるんで、あれをずっと振ってたから、あ、あれこの時はじゃあ木で練習してますね。そう、金属で言うとネット越えてくるもんライト、ライト、はいはい、分かる、量があってね。そうそう、で、車が止まってるから危ないって話になって、はい、部長のですか、もしかして部長とか、チームをこうみんなが遠征とか出るときに止まってるバスとかがあるいはライトの奥に止まってる、あるある、知ってわかる。だからそういうのも普通の車も通るし、はい、っていうのなるべく練習中はもうこれで打てっていうふうになってて、そっからもう木はまあいつでも打てる。金属と木の違いの感覚ってどうですか、康介さんの中で。いやだから俺そんな違いあるかなって最初はやっぱ思ってた、うん、でプロに入るまで、うん、まあ金属って言うと別に練習気使ってるしいけるでしょっていうぐらいな感覚で思ったけど、やっぱりまあプロ入って自分の本当に気持ってずっとやりだして、はい、昔は俺らね最初入った頃って青玉がさ、はい、あったから、はい、あ木ってこんなにもしなるんだと思って、うん、
コウスケさんなんかバッティングでいつもバットをしならせろしならせろとこう若い選手にも阪神時代なんか言ってたようにも感じるんですよね、うん、でも若い子たちこのまあ短い切りだから、まあ、しなる感覚ってないじゃないですか、うん、でノックバットとかでしなる感覚あるけど普通の試合で使うバットをしならせるっていう感覚が多分触りにくくなかったですから教えててだしならせろだからこうやってさ写真とかで打った瞬間の写真見ると、うん、バットって絶対グニッてちょっと反対見てるじゃん、はい、これこういう感覚で当たってるんだよもう絶対硬いものだからこうと当たってないよっていう感覚は、うんうん、まあでもこれは人の感覚だから伝わることもないしで今の子ってあのメープルやから、うん、もう一個硬いですもんねもう一個硬いからそこまでしならへんし、うんっていうのもあったけど、あでもやっぱりある程度しなり使って打てたら飛ぶよっていうのは確かにその感覚あるから、コウスケさんゴルフも上手いんですね、あのシャフトのしならせ方をゴルフもうちょっと上手くなりたいいやいやいや、もう十分上手いですからねでその青玉って、青玉とメープル、アッシュっていろいろあるんですけど、うん、コウスケさんはどの木がいいなとかありました俺はやっぱ玉みたいな、青玉みたいな打った瞬間に打ってから自分で押してる時間があるっていう感覚、はいはいはい、ちょっとバットにひっついてる感覚でアッシュはどうしてもやっぱちょっとバットが弱くなってしまう、うんそうですね、メープルはもう当たった瞬間に自分がこう、はい、どっちかというとちょっと無理やり引っ張りたいとか、うん、そういう操作性が俺全くできないっていう思いだやっぱ自分の感覚としてね、はいはい、でそれで俺はもうずっとこれはアメリカに行くまで俺ずっとタモだったうんアメリカに行っても青玉もうなくなるかもっていうところまではもう青玉をずっと用意してもらってしてたけどただアメリカに行って青玉じゃダメだと思ったなんでなんですか青玉でアメリカに行って打つと打った瞬間にこうやって1個だけ押されるそれはスピードも違うですねスピードってやっぱあの投げてるピッチャーとかの重さボールの重さ、はい、だから青玉で打った後ってボールの縫い目がものすごい深いのよ、タモにつく、はいはいはい、それであこれちょっとしんどいなと思ってメープル打ったら、うん、逆に日本では硬く持ってたものが、はい、向こうで打つと向こうの重さにちょっと押されることが一瞬がちょっと自分の中でしなりに近い感じでもう本当にこの手の一瞬の感覚のところを追求してるんですねそうでそれから俺メープル使えるようになったへえ。どっちだった僕はね、もともとプロ入った時は青玉を使ったんですよ、うん、でもあの柔らかさが気持ち悪くてあ金属バットってこうパパーンって弾くじゃないですか、うん、でもあのしなりがなんかブニュってなって僕押し込める感覚がなかったんですよねどっちかというとパチンって打つそうなんですよ、はい、だからメープルに変えてまあなんかいい感じなんで逆に僕は青玉を操作できる技術がなかったそうやな僕はパチーン捉えるし、コウスケさんは僕は本当にボールを乗してドーンと運んでいけるバッティングスタイルだからやっぱそれぞれ違うのかな、うん、だからどっちかというとあのガッツさんとかさ、はい、あれたちもこうやってガッツさんもこうやってうわんっていう打ち方する、はいはいはい、そういう人はやっぱでもタンを使ってる方が多いかな確かにコウスケさんがあの憧れた選手って言ってるんですか俺やっぱ一番最初にプロのその鹿児島だからキャンプ地っていっぱいあるのよ宮崎もそうだし、はいねはい昔ロッテは鹿児島でやってたじゃん、はい、僕も鹿児島行きましたよでその時に一番家から近いのが ドローンズがやってた串間っていうところがあってそこ家から大体30分40分ぐらいで行ける1軍ですか1軍あ最初鹿児島やったんですかあの鹿児島っていうか宮崎県の串間市ってところもう本当に鹿児島のギリギリの鹿児島のところぐらい宮崎の巨人のところ行くと人が多すぎて見られへんのよ、うん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 、でもそのドラゴンズの串間に行くと、はい、どこでも見れるわけよなるほどねそうだからそれどこでも見れるからって言ってでも結構土日小さい時土日とかだったらうちの両親が30分ぐらいから連れて行ってくれて、はいはい、でそこで見てたからでその時に見た時に入ってきたのが立浪さんやったじゃあ社会人3年間やから、まあ、その当時って浩介さん好きな球団選べるうん、そうそうそう権利を奪われて使命のそうですね巨人にも行ける阪神にも行けるどこでも行けるのに中日選んだのはそういうところもあるんですかそうそうだからそこを中日がやっぱりこう自分が最初に見てはこのところいいなって巨人なんて遠くから見てるだけだから分かるんだけど、うん、巨人あ中日ってなんかすごいこうアットホームだなって
でも近鉄をあんだけいろんな球団、何球団ですかドラフトを。ドラフトは7球団かかって、うん、それを蹴って社会人行った時って、もう世間の目、まあ、社会人のチームで、うん、まあ、自分よりも先輩になるわけじゃないですか。ああスターのやつが来よったなぐらいの感覚をやっぱ感じてました。もうどうなん、みんなは逆に言えばあの日本生命の人たちからするといやそんな絶対来えへんってでみんな思ってたらしい。で俺がグラウンドでよろしくお願いしますってなったら本当に来たよってなって、その当時社会人だったらちょうど杉浦さんとかさ、はいはい、ピッチャーね、うん、で杉浦さんとかもいたから、まあそういう意味では逆に言えば社会人野球っていうのも結構こうプロに注目されてる人たちが多かったから、うん、ですね、そんなにあんまり起きたよっていう感じではなかったかな。普通に本当に来たんだっていうぐらいの感じだったな。世論の目ってその時どんな感じでした？世論の意見ってどうなの。俺まあ PL 学校がさ近鉄線沿線上やからあのですね、うん、絶対に近鉄線には乗るなよって言われたお前絶対乗ったらあかんぞって。そうですよね。じゃあその中日選ぶのはもう なんで選んだんですか中日を。いや巨人と、まあ、中日と、はい、社会人に行ってからも、まあ、ずっと来てくれてて、で、まあ、どの大会に行こうが何しようがずっといたのが中日だったんですよ、スカウトは、ね、はいはい、で巨人が最後あのそのドラフトにかかる時に上原さんと二岡さんを、はい、逆襲でドラフト 1-2 で行くってなったの、まあ、なってたんだけど、でまあ、それでずっと最後まで見に来てたら中日ではだから、まあ、いやこういうところに入ったらこうこっちの勝手な想像である程度我慢してくれるんちゃうかっていう。なるほど。自分を使ってくれる、はい、我慢してくれるんちゃうかなっていうちょっと甘い気持ちもありながら、うん、あだったらやっぱ中日がいいなと思ってて中日。でも中日の監督当時星野監督ですよね、うん、星野さんですか。もう本当にもう決権制裁でもう本当に怖いイメージ、もう監督の元でやるっていう恐怖心はなかったです。でもその他の時に会ってるというよりいいよ思ってる時に会ったことがないから、うん、逆に言えばちょっとこう交渉の席とかそういうところに行ったとしても、はいはいはい、その時むちゃくちゃ優しいんよ、はい、むちゃくちゃ優しいから俺みんなこんな怖いって言うけどって言って実際入ったら怖かったんだユニフォーム着たら、ユニフォーム着てこんなに人格ある人いるかなと思うぐらい。あ確かに。あでも最初ショートで入って、うん、何年間ぐらいショートですか？ 3 年ぐらい。2年ショートして、うん、その時でも星野監督ずっと浩介さんを外さずに使い続けた、うんうん、あの時ってこう自分の中ではもっと頑張らないといけないってこうプレッシャーを抱えてたのか、もうなんかこうあプロってちょっとレベル高いなっていう風に感じてしまったのか。いやプロってレベル高いなっていうのももちろん思ったし、うん、でもやっぱこれだけ我慢して使ってもらってるんだから、まあ、それは自分がやれるだけのことはやらなあかんっていう、うん、もうそれ両方とも思ってたそれは、うんうん、そこからでも外野に転向するときって、まあ、話し合いのもとでもっとショートにこだわりたかったとか、いやもう外野に転向してもらったとか。いやちょうどね3年目2年目3年目ぐらい、まあ、1年間はやっぱ我慢してた。うん、でも2年目3年目ってやっぱりだんだんこうゲームに出る数も少なくなって、はい、打てなかったらもあるし、うんうん、あのまあ守りも全然ダメだったっていうのもあるし、まあ、そういうのでこうだんだんゲームに出なくなった。でその時に4年目の時に監督が変わったの山田久志さん、はいはい、でそれこそ佐々木恭介さんが、はいはい、よしが来て、うん、もう山田さんがピッチングコーチから監督に代理になったから、そしたらもう恭介を何とかしてくれっていうので、だったら外野でやるよりも外野でちょっと打つことに専念させようっていうので外野、はい、まあ俺はゲームに出るためにはどっかにゲームにね、うん、出なきゃいけない、はいはい、だったらやりますって言って、そこに関しては、ね、俺あまり未練なかったんだよね。あそうですか、うん、でも僕も内野やって、まあ、阪神の時最後ら辺何試合か外野やったんですけど、うん、外野めっちゃ難しくないですか。外野暇じゃない。暇なんですけど、飛んできた時のあのフライの伸び方。でもそれはね、俺あの広島でサヨナラエラーしてるんだけど、はい、外野で、はい、でその時と俺まだ内野手登録だね、はい、最終回ぐらいにこうレフト急に行けって言われて、うん、周囲の関係で、はい、レフト行けって言ってレフト行ってパーって言って、ボンって俺後ろ落としたの。俺も万歳してサヨナラエラーで、でもその時にあ、外野ってフライこんなにむずいんやって思って、
でみんながハァってなって帰ってるとこ、ああ難しかったなって言って俺帰っていったの。僕も甲子園で万歳したもんね、一回ね、コウスケさんライト回って、そう、で俺はもうこの辺、落下地点この辺と思ってるの、コウスケさん、ちょっと後ろ、ちょっと後ろとか言って、後ろパーンとか言って、外野、むずっと思って、だからね、あのフライの上がり方も、放物線をこうやって描くのか、真上に上がってこう真下に落ちてくるのかの違いでね、はい、見る場所が変わるから、でも、よければ俺、外野手になるときに、その前にそのエラーしてるから、あ、こういう感じなんやっていうのを。自分の頭の中に理解したから。なるほど。で特に、まあ、最初に外野をやった時に、はい、ドームじゃん、はいはい、風がないじゃん、はい、それは大きかった。なるほど。やっぱ甲子園のプレーって難しいですか？難しい。でも難しいですよね。難しい。どこのポジションも、センターもレフトもライトも、ね、アゲインストになるんでライトが難しいとかって、はいはいはい、やっぱこう叩き落とされているって言うけど、うん、俺レフトも難しいと思ってね、甲子園は両方、レフトライトが全く逆もんで、うん、ライン際には帰ってくるじゃん。帰ってくるっすね。でよくこうね、ファール追いかけてこっち側にボトンってこう、はい、わーって言って落とすのを見るけど、だからああいうところを理解するかしないかによってはだいぶ違うよね、甲子園で守るのは。甲子園難しいですよね。甲子園は難しい。だからあの糸井が嫌がってたんだと。糸井が嫌がってた。僕もまあそのまま浩介さんっていうのを BL 学園から見てて、もう大阪桐蔭に入って、そのままプロ入って、僕が21歳の時に、まあ、WBC の第1回、一緒にこう、まあ、福留さんと同じチームあれると思ってなった大会なんですけど、WBC の時って、浩介さんはもうレギュラーとして、まあ、メンバーに選ばれてたのに、まあ、予選でちょっとあんま結果出なくて、代打の方に回されて、あの時の心境ってどういう風になってました？いや、俺ね、だから俺、一回断ってるんよ。ちょうど俺のバッティングフォーム変えてて、もっとシーズンに入ってそっちの方が大切やろと。バッティングどういう風に変えてんの？韓国戦でやってるホームラン、うん、行った時っていうのはしっくりきてたんですよ。メジャーリーグっていうのは、もともと思い描いてた夢ですか？